こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの小説です。こんなにも優しい世界の終わり方。こちらは世界的なベストセラーである今会いに行きますの市川拓司さんの、また新しい文庫になるんですけれども、このタイトルの通りに、世界がこの終わるっていうのが舞台になっています。でこの世界は救われるのではなく本当に終わってしまうのですが、この終わりゆく世界の中でこの発揮される、恋愛関係だったりとか夫婦関係だったり親子関係家族関係というものが描かれていまして、どれも本当に涙を誘うようなついついこう感じてしまい涙が出てしまったわけなんですけれども、この初恋と言っていいと思うんですが、まだきちんと付き合ったとも言えない彼女に会うためにこの終わりかけの世界の中を旅に出る主人公が、その旅の途中でさまざまな方と出会い、そしてそこで体験していくこと、そしてその最終的なこの結末っていうものに本当に涙してしまう、素晴らしい小説だと思いました。とても素敵な一冊ですのでぜひ読んでみてください。以上です。